るように今日この福島の地を空を上空を洗うように雨に濡れ、そしてあなたの心を洗うイエス・キリスト、この方は恵みの雨です。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架に対して死んで墓に葬られ生き方に入れました。この方を信じて救われます。今日久しぶりにも福島の町にもうかれこれ30年以上この地に来ていません。素敵な町福島、景色も素晴らしい、風光明媚。しかしその景色も素晴らしさだけじゃなくて、あなたという素晴らしいお方がいらっしゃるので、この町は素晴らしいのですね。エスキリスさんと愛しています。輝く日々を
神の一人子イエス・キリストが十字架にかかったグッドフライデー、そういう日なんですよね。特別な日。こんにちは、元気ですか。そちらでね、あのバイブルもお伝えしてます。丘に立てる荒手仕事しようとしてるんだね。
大学行きたいっていうんじゃなくても、東京行きたいとかじゃなくても、ここの時代、一緒働いていくぞ。そうね。いやいや、立派だ、立派だ。まあ、実はね、私ね、東京生まれ、東京育ち、東京から来たんですけどね、実は私の先祖がね、福島なんです
停電だったから発電所の電気が切れちゃった。つまりね、あの一つだけお話します。僕たちの命を作った神様と切れてる。そうすると力もなくなるし、最後だから人間死んじゃうんですね、切れてる。だから2022年前にイエス・キリストという神様が来て、もう一度神様とつながるようにしてくれた。でこのイエスを信じたら、また神とつながって、ね、永遠の命もらえるんだよって聖書書いてあるんです。すごい、永遠の命。一度死んでね、僕たちは死ぬけど、その後永遠に生きられる。どうやったらもらえるの？信じたらいいわけです。だから神様、僕たちを、僕を救ってください。そういうふうに、あなたも信じます、イエス・キリストを信じますか、そう思い出すわけじゃないと救われちゃうんですよ。ペットできる忘れないでね。そしてもしね、天国へ行きたいと思ったら一緒にお祈りしてください。いい、神様、無理にお祈りさせたわけじゃないからね。あの、で、天国行けるからまたね、会おうねって立ち止まってくれてありがとうございました。またね、友達もいるので、ね、また会いましょう。じゃあね、ありがとうございました。ただいま4時30分。今日はすでに高校生の君たちがなんとジーザスの愛を受け取って、そして永遠の命を受け取れる素敵な女子高校生か中学生か、あなたにもジーザスの愛をお届けしたいと思いますね。ジーザスラブス。福島の町、まあ、かつて私の先祖も福島住んでた、まあ、そんなの当たり前ですけど、私は東京に生まれ東京に育って、今日は先祖がずっと住んできたこの福島の町に久しぶりに来て、街頭演説のストリートライブを通して福島の皆様に語りかけたいと思うんですね。まあ、今週はずっとですね、青森、弘前と仙台と縦断して今日は福島に参りました。福島の皆さんにね、私の歌やメッセージが届くのかな、聞いてくれるのかな、そんな心配もあったんですけれど、どうぞ、あの 3.11 で苦しみにあったこの福島の地、このふるさと、この地を皆さんこれからも大切にしていってください。うるさい恋しか3月11日、あの3月11日って東日本大震災もそうですけど、あの3月11日にね、 WHO がコロナのパンデミックを宣言したんですね。それ以来約2年コロナで振り回されてきた。でコロナにかからない人もいるのにね、もう皆さんマスクしてね、ソーシャルディスタンス、手指消毒、手洗い徹底してると思います。
でもね、コロナにかからない可能性があるのに、こんなにコロナのためにね、一生懸命やってる。でももう一つ、私たち人間は必ず死ぬんですね。必ず死ぬ。死なない人いない。死亡率 100%。 死なない人いますか？で、私が先か皆さんが先か分かんない。で、それなのに死に対する備えをしてるでしょうか？いやー、まあ死んだ時はね、そうするわけだよって。で、死に対する備えはね、イエス・キリスト信じたら救われるんで、イエス・キリスト信じてくださいね、お姉さん。愛されてます。あなたは愛されてます。宝です、神様。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君が愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。
私たちは簡単に近づけることができない、そういう方です。でも神の方から私のところおいで、私があなたを愛してるよ、そう言ってくださるんですね。皆さん本当ですよ、本当のこと言ってます。Thank you.
動はパンだけできるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉できる。皆さん、パンっていうのはね、パンだけできないっていうのはね、ジャムとかバターも必要だとかそういう話じゃないですよ。食べ物だけ、いい食事だけ、それでは生きていけない。神の言葉、愛されることが必要ですよ。皆さん、あなたを愛してくださっているその神の一人がいるんですね。だからこの方を救い主として、神として信じるなら救われる。皆さん、そのキリストの愛を、我が罪のために、福島の皆様の神を信じなかったその罪のために、死んで墓に葬られ、3日目によみがえる。イエス・キリストはお名前して栄光と賛美受けるべきなら、その日さえも知らずに、父ともない死を伝え、I'm not afraid.
風
ストをあなたが信じるなら永遠の命を受け取ることができる。しばし立ち止まってくださった女性の皆様、あなたの人生の中でイエス・キリストという言葉を聞いたことがあるでしょうか。皆さん、キリストを信じたら、キリストを信じたら永遠の命が与えられます。アンパンマンの作者柳瀬さんはイエス・キリストをモデルにアンパンマンを作ったんですよね。あのアンパンマン、顔を食べられる、丸い顔を食べられると弱ってしまう。人のためにね、アンパンマンは顔を食べられて弱ってしまう。でもジャムおじさんがね、新しいパンの顔を作ってきてくれるとまた元気になる。実はこれイエス・キリストの十字架と復活を表してるんですよ。イエス・キリストはあのアンパンマンが正義のヒーローのように、イエス・キリストはあなたの救い主です。イエス・キリストを信じたら救われます。
けるのがハッピーエンドでしょ。あのどうなるか分かんない人生とね、ハッピーエンドでどっちがいいですか。ハッピーエンドがいいよね。そうするとね、今つらいけどね、いや最後は良くなっていく。今は悲しいけどね、最後は良くなっていく。あの映画でもハッピーエンドってあるでしょ。あのあれは面白いんだよね。で途中ね、いや大変なことが起こる、事件が起こったりね、こんな大変なことが起こったり、で最後ね、それが逆転してね、幸せで終わる。あそこに感動があるよね。僕たちの人生にもそういうハッピーエンドがある。まあ、それを聖書で書いてあるんですね。だからそのハッピーエンドを与えて使ってくれる神様がイエス・キリストなので、ぜひ君たちもその方についてちょっと考えて、そしてもしよければ信じていませんか。信じたったよ、うん、信じたい、本当に信じたい。あの簡単なお祈りで、ね、救われるんでね、あの信じれるんでね、よかったら僕の後について一緒にお祈りしてくれていいですか。それだけでお祈りだけで、神様、私を愛してくれてありがとうございます。私は今まで神様から離れていました。その罪を許してください。私の罪のためにイエス・キリストが十字架にかかり、死んで墓に葬られ、墓に入った、葬られ、3日目によみがえったと信じます。このキリストを私の心の中に受け入れます。アメン。このお祈りだけでね、天国行けるからね。でね、ちなみに今度の日曜日ね、教会ではイースターで復活祭、聞いたことあるイースターで、最近ねディズニーランドでもそういうイースターフェスティバルとかあるんですけどね、救われたからね、イエス様心入ったから、そしてまずね、ぜひその聖書を読んでみてね、くださいね。そしてもしね、何か相談があったら、Eメールとかやりますか。メールとかやる。僕ね、実はね、東京から来たのかな。そうなんだ。もしね、なんかね、知りたいことがあったら、別になんか押し付けたりしないから、なんか聞きたいことあったら、ね、連絡ください、メールとか。じゃあまた会いましょうね。ありがとうございます。またね、よかったらご参加してください。ねえ、ありがとうございます。素直だね。今ね、僕ね、それはね、牧師なんだけど、教会でね。でも、実はね、私の先祖は、1000年ぐらい続く、福島の神社の神主さん。で、だから東京の人間だと思わないで、僕の先祖はね、福島に住んでたんですよね。だから君たちと近いかもしれない。ね、今日はね、立ち止まってくれてありがとうございます。まだ時間ある。もう帰るよ。時間があったらといてもいいんだけどね。また会いましょうね。風邪ひかないようにね、なんか寒いんでね、気をつけてください。勉強頑張ってください。ね、頑張ろう。うん、ありがとうね。どうも。まあその3人の男の子ね、イエス様を信じちゃったからね。まあね、これね、別になんか宗教入ったとかじゃなくて、神様との関係がねできたってことなんだね。時々お祈りしてね、神様、イエス様、大丈夫だよ。はい、ありがとう。まあもし何かあったらね、相談してね。なんか別に大丈夫だから。じゃあね。ありがとう。君は、あなたは愛されてる。
Thank you.
画で慈しみ深くという歌があります。それは結婚式でも歌われる、お葬式でも歌われる、学校でもいろんなところで。今日私がたった一人、こんな一人ぼっちでこんなところでね、ストリートライブが簡単にできる、普通だったら猛烈で恥ずかしくてできないことですよね。でも私を愛してくれる友よって呼んでくれるキリストが私と僕と共にいてくれるので、素敵なお姉さんにもね、このイエスキリストを伝えたいなと思っています。慈しみ幸せと、幸せって例えばね、この高校卒業して東京大学行ってね、一流の企業に入る、あるいは官僚になる、それだからっつってね、幸せになったら限らないですよね。あったかい、変わることもない、もし愛があるとしたら、どんな自分でもね、どんな僕でも、どんな私でも見捨てない。まあ人っていうのはね、人に好かれようと努力してるね。で、疲れたとしても、もし全部を見せたらね、嫌われてしまったかもしれない。こんにちは。人が求めるものは変わらない愛。こんにちは。小さい頃包まれる
Thank you.
よかったらね、クリスチャンの方じゃないですよね。よかったら聖書を差し上げます。走って持ってってもらっていいですか、走って。どうもね、ありがとうございました。人生、この不責だね。またいつかお会いしましょうね。ありがとうね、聞いてくれてね。応援してます。ありがとう。ありがとうございます。結構大変でしたから、本当に。